こんにちは。妊娠9ヶ月目の夏助です。よろしくお願いします。さて、今回は出産育児品、リアルに買ったもの、これから買うもののご紹介です。イエイ。私、出産をもう11月25日に予定してまして、今日が11月2日だからあと20日ちょっとなんで、もうそろそろ買い物は完了したかなと育児出産に必要な買い物はそろそろ完了したかなっていう感じなので、皆さんにご紹介していこうと思います。でそれに加えて、まだ買ってないんですけど絶対にこれから買うっていうのも、あの Amazon にリスト化してるので、それも最後にダーッとご紹介したいと思います。で今回めちゃくちゃ量があるのでご紹介するんですけど、なんか細かくというよりはもうザザザザーっとこういうものを買いました、なんで買ったかというとっていうのをザザザザーっとご紹介していこうと思います。なので、まあまだ赤ちゃん生まれてないので、実際に赤ちゃんが生まれて使ってからレビューはしていきたいんですけど、今回はとりあえずこういうものを買ったよっていうのをダダダダダダッとご紹介していきたいと思います。それでは早速動画スタート。ピジョンのベビーカーです。買った理由はシングルタイヤですごく曲がりやすい操作性ですね。それに加えて前後の切り替えがワンタッチでできる、ですぐに折りたためるっていうのがポイントです。この3つの条件が揃ったベビーカーって本当になかなかないんですよ。なので自分がピジョンのベビーカーをまさか買うなんてと思ったんですけど、一目惚れして買いました。はい、抱っこ紐は8年前も一緒、エルゴを買いました。これで12キロ13キロぐらいまで頑張ったので、あのその時の感動を覚えてて、今回もエルゴ一択です。でもなんか昔と違ってメッシュ素材になっとったり、あと前向きの抱っこもできるっていうことでだいぶ進化してますね。ただこのごつさはどうにもならなかったみたいなので、1個薄いやつを別で購入検討してます。はい、おやすみ卵です。これご存知ですかね、なんか今人気商品らしいんですけど、8年前はなかった気がします。このふかふかの枕に赤ちゃんを寝かせるともう即寝らしいのですぐ買いました。即寝かマジかと思ったんですけど、無印のね、体にフィットするソファーみたいな感じです。置くと C カーブ、赤ちゃんが安心する C カーブで寝かせることができるので、すごい熟睡してくれると。あとこのまま授乳にもいいよっていうことで使い勝手がいいので、まあ、買ってみました。なんか買ったというかふるさと納税にあるんですよねこの商品。なので最高やんと思って即ふるさと納税しました。どこやったかな、サトフルかふるさとチョイスで見つけました。でこれはなんかミルクを飲ませる用の小さな枕です。それもついてきました。はい、おむつはメリーズを買いました。8年前と変わらずです。一旦、5000g までのものを買ってます。でお尻拭きもメリーズです。はい、こちらビンスタークのスト、健やかですね。粉ミルク8年前と一緒です。特にこだわりありません。はい、ミルトン一式、やっぱこの時代でもこの形式のミルトンいるんだなっていうので買いました。タブレットかなも一緒に買いました。おむつ袋300枚入りを購入。メリーズのボディーソープとボディーローションです。こちら哺乳瓶ですね。新生児用に授乳のお手本を買いました。おっぱいである程度いこうかなと思っているので、まあ、ミルクもプラスで使うんですけど、なんかおっぱいを吸ってるぐらいの吸い心地、要は出にくいってことなんですけど、一生懸命吸わないと出ないものっていうのを1個買ってます。あとは3ヶ月用ぐらいのプラスチックの軽いやつもいくつか買いました。ベビーバスリッチェルのものですね。玉ひよ1位とかが書いてあったら買っちゃうよね。これ空気で膨らます感じで場所取らないよっていうのと、使い終わっても畳んでしまっとけるよっていうお手軽なやつです。はい、IKEA のベビーケアマットです。お風呂入る前とかお風呂入った後にちょっと体拭くために床に置きたいときはこれを使おうかなと思ってます。結構安くて皆さん使ってるっぽかったので買ってみました。
たくさん干せる10連もの干しハンガー、粉ミルクケース、おやつとかも持ち運びます。ガーゼ20枚、なんだかんだ使うかなと思って赤ちゃん保護で買いました。ビタットのウェットシートの蓋、これ以外にもあと2つぐらい買いました。スイートマミーの授乳ケープです。360度スポット OL 感じが好きでこれにしました。あとはデザインもお洋服何でも合いそうな感じがしていいなと思ってこれにしました。で、素材がちょっと厚手かな、冬向きなので、もう一個夏になったら薄いものを買おうかなと思ってます。こちらはコニーの防寒ケープです。抱っこ紐の上からスポッとかぶれるのがお手軽でいいと。で、ケープの内側がすごいモコモコで超あったかそうなの。見て見てこれ、まあ、自分もあったかいんだけど赤ちゃんもあったかいんだろうなっていう感じで、いい素材だったので買いました。しかもなんかとんがり棒とかついてて可愛いしね、やっぱ可愛いのでテンション上げようと思ってこちらにしました。はい、ジェラピケのおくるみとサッキングパッドとおむつ替えシートです。サッキングパッドは抱っこ紐のね、赤ちゃんの顔が当たる部分にこうプロテクターっぽくつけるものですね。おむつ替えシート、まあコンパクトに畳めるタイプにしました。このこういうのは自分が好きな柄を買うのが一番かなと思って単純にジェラピケにしました。はい、ベルメゾンの授乳インナーです。授乳インナーなのでパカッとお胸のところが開くタイプになってます。これは8年前も使ってましたね。ホットコットであったかいよっていう素材を使ってるもので、1枚1200円ぐらいですかね、1500円ぐらいですかね。で、3枚ぐらい一旦買いました。はい、ジェラピケの授乳パジャマです。おっぱのところがペラッと開きます。これはね、ジェラピケらしくない柄なんですけど、すごい素材が気持ちいいので買いました。おすすめです。はい、ウィングの授乳ブラです。今度ね、授乳ブラレビューやろうと思ってるんですけど、ノンワイヤーだけど、まあ、ブラタイプのものを使って、今回こそはおっぱいの縮小を防ごうという作戦です。ベビーモニターアトムカムです。これ安いんだよね、4000円以下ぐらいかな。で、結構性能がいいです。赤ちゃんを今回は見守ろうと思ったので、初めてですけどベビーモニターを使ってみます。はい、スマホホルダーですね。何に使うかっていうと、ベビーカーにつけて歩きスマホしようという魂胆です。自転車とかにも使われているので強度はかなりいいかなと思います。はい、こちらは渋谷区からのありがたい育児パッケージが届きました。ありがとうございます。この中にはもう新生児がすごく使いそうな肌着とか、ちょっとしたお洋服とか、体温計とか、爪切りとか、おもちゃとか、なんかそういうとにかく実用的なものが詰まって、妊娠して8ヶ月目ぐらいにお家に届きました。ほとんどミキハウスのもので高級なんだろうなと思いながら、ありがたく使わせていただきます。はい、こちらはほぼ最終セールで買い揃えた肌着やお洋服たちです。だいたいサイズが50から90サイズぐらいまでは買ってます。いや、これ買いすぎやろってめっちゃ言われるんやけど、いや全然そんなことない。いや、だって必要な時に定価で買うよりも1年前に前倒しで 50から80% オフのものを買っとくっていうのがもう私の買い物のやり方なんですよね。で、1人目の時もだいぶそれで良かったなと思ってて、80って1歳とか1歳過ぎぐらいで着せますよって本に書いてあるんですけど、なんか7ヶ月とか8ヶ月ぐらいで、もう80で良くないみたいなタイミングが来るんですよね。それは赤ちゃんの個人差になると思うんですけど、それがいつかって分かんないんで、もう買っといていいかなっていう感じで買っときました。で、90以上とか、あと保育園にね早く入れる人とかは注意してほしいんですけど、お洋服の指定が厳しいとこは厳しいんですよ。フードダメとか、飾りがあるとダメとか、ズボンはチャックがあるとダメとか、そういう保育園もあるので、1人目私そうだったんですけど、保育園もあるので、なんかそこはガイドライン見て買った方が、何これ平日着れないやつやんとかいうのが多発するよりはいいかなと思います。で、90以上になるとね、あとお子様の好みも出てくるので、それに合わせて
それ以上は買ってったらいいかなと思います。はい、はい、あとは今回は買ってないですけどもう買う予定のものを Amazon リストに入れてるのでそれを一緒に見ていきたいと思います。メルシーポット、あの赤ちゃんの鼻水を自動で吸ってくれるやつですね。だって赤ちゃんって自分で鼻水を噛めないじゃないですか。でなんか700円か1000円ぐらいでこうママが息吸って吸うみたいになるけど、まあ、あれ使いよったらめちゃくちゃ風邪ひいて、こっちがね、こっちが風邪ひくけんさ嫌だっていうのと、あと鼻水を取るためだけに毎日毎日っていうか、もう鼻水が溜まるたびに小児科行かないかんっていうかや、で取らんと中耳炎になるし、これもう絶対に無理と思った時に1万超えんのか高いと思ったけど、めちゃくちゃ良かった。これ分かって、コニーの抱っこ紐です。エルゴの抱っこ紐は腰の負担が全然ないっていうのでいいんですけど、なんかね、あの暑いなとかもっと気軽にこう使いたいなとか、ちょっとファッションを優先したいなっていう時に薄手のものが1個あったらいいよってみんな言ってたので、昔はあのエルゴしか使ってなかったんですけど、まあ、ちょっと邪魔だなと思いつつ もう腰の負担なんかゼロ最高と思って使ってたんで、今回も即買ったんですけど、コニーの抱っこ紐っていうのがすごいいいよって聞いたので、これもあの薄手のものとして1枚押さえておきました。あとスイマーバですね。もうワンオペの時必須じゃないですか。今回はコロナであの主人が大体家でリモートワークしてるのでいらないかもしれないんですけど、スイマーバ、あとベビーベッドですね。ベビーベッド結構高いんですけど、うちもラウンド型丸型のベビーベッドに憧れてて、なんか四角よりも丸の方がなんかインテリアマッチしそうみたいなことで IKEA の買おうかなと思ったんですけど、丸がいいということで今回このストッケのちょっと小さくなったり大きくなったり、要はその長く使えるベビーベッドっていうのを用意しました。あとはなんか皆さん使ってる電動の搾乳機ネデラですね。私前回は手動のやつをずっと使ったんですよ。ピジョンだったかな、ね、手動の搾乳機使っててそんなにきついって思ったこともないんですけど、電動のものめちゃくちゃいいよっていろんな人からお声をいただいたので、今回は奮発して電動のものを使ってみます。はい、商品紹介いかがだったでしょうか。ちょっとザザザザッと紹介しちゃったんですけど、まあ、中でもあそういうブランドあるんだとかそういう育児用品あるんだっていうようななんかヒントになったらいいかなと思ってたくさん紹介してみましたね。こういうもの気になるとか使ってみた感想、これは聞いてみたいとかもしありましたらコメント欄にコメントください。実際に赤ちゃんが生まれて使ってみて、また使ってよかった神アイテムみたいな動画も作りたいなと思ってるので参考にさせていただきたいと思います。それではまた次の動画で会いましょう。もしくは出産後かも、まあどうなってるかちょっと楽しみですね。はい、バイバーイ。